治療に適した年齢はですね、実はこれすごく重要なことで、生まれた直後から治療するのが大事ではないんです。発達をぐっとしてくる生後6ヶ月半年から3歳ぐらいまでが最も効果が高い。そして6歳ぐらいまであれば治療は十分効きます。一般的な治療法は使ってなかった目を使わせるということを行いますので、片目を隠して生活させるんです。でも隠した目っていうのは実は見える目を隠してますから、見えない目だけで生活させるというような治療になります。そちらがこういうアイパッチというようなもの、一般的にはよく使うんですけれども、テープになっててですね、メガネを外して、例えば私が弱視眼がこちらだとします。するといい方の目にテープで使えないように貼ります。その上からメガネをかけて見えない目で生活するんですね。これがスタンダードの治療法で、遮蔽法と言います。偏眼視ですと大きく違いがありまして、当然我々日常的には両目で見てますので、片目を隠すとまず両眼視が育ちません。立体に見る、または両目で同時に見るっていう機能がもうこの状態でできなくなってるんですね。そして重要な点は、片目を隠すともう片方の中に入ってくる光も減ってきますから、全体に黒目、すなわち瞳孔が開いてくるんです。カメラでいうと焦点深度が浅くなる状態ですので、ただでさえ見えない目がもっと見えなくなっちゃうんです。そういう弊害がございます。両眼視にはそれがありません。 Binocular training is simply a more ideal solution, as training the lazy eye with both eyes open is more effective. Monocular training is not wrong. Binocular training is just more right.